地域の防犯意識を高めようと、美咲町と久米南町の33の寺で作る久米郡仏教会と美咲警察署が連携して行ったものです。今日は美咲町西堀にある高禅寺の柴原修法住職が高齢夫婦が住む檀家を訪問。お経を読んだ後、チラシを手渡して特殊詐欺の手口を説明し、すぐに電話に出ず留守番電話の機能などを活用してくださいと注意を促しました。日頃の PR 活動よりももっとこう印象が強くなってですね、皆さん改めてその特殊詐欺のに気をつけなければというふうなことを認識を新たにされるんじゃないかなというふうには思います。特殊詐欺の被害の約8割が、固定電話、自宅固定電話の被害から始まっていると。直接犯人からの声を聞かないようにする、もし要件があれば後から折り返しするとか、こういうことで、犯人に騙されないような工夫をしていただきたいということをお願いしております。どうぞご覧になってください。啓発活動はお盆前の今月12日まで行われ、およそ5500枚のチラシを檀家に配り被害防止を呼びかけます。